どうも、正隆です。今日はですね、このストレッチオブライフという東京代々木上原にあるパーソナルジムで撮影をしております。イエーイ。はい、なんでこのストレッチオブライフで撮影をしているかというと、ここ僕がパーソナルトレーナー、ダイエットインストラクターとして活動しているジムでございます。ね、来たことある方はわかるかと思うんですが、来たことない人は覚えてねはい、というところでですね、今日はパーソナルトレーナー、ダイエットインストラクターらしい YouTube の投稿をしていこうかなと思っております。開始早々からここにね、並べられているこのお菓子、このお菓子なんですけど、これが今日のメイン企画、プロテインスリムファイチップスっていうね、商品なんですけれども、なんか通販番組みたいだね。スリムファイフードテクノロジーという会社から出ているプロテインのお菓子ね、まあ、無印良品さんとか、あとはコンビニとかでも手軽にプロテインバーとかね、楽しめたりするんですが、これに関しては実はダイエットの方にもすごくおすすめができるお菓子だっていうところで発信をさせていただきます。で、このプロテインスリムファイチップス、何がいいのかっていうと、栄養成分表ドン。はい、この栄養成分表ですね、エネルギーは1袋 30g あたりで 129kcal 取れます。で、その中の内訳がなんと、タンパク質が 20g、 脂質が 3.7g、 炭水化物が 3.9g、 高タンパクで低脂質低糖質のお菓子です。どう、すごくない？こういった糖質とか脂質を抑えられて高タンパクで、しかもしっかりと固形物として消化吸収といった代謝が上がるプロセスを経てタンパク質吸収できるお菓子っていうのはなかなかなくて、はい、なのでですね、実は僕まだね、食べたことがないんですよ。実はこのね、皆さんと一緒に製品の良さだったりとか感想っていうのをシェアできたらなと思って、で、今 YouTube を撮ってます。はい、では早速プロテインスリムファイチップス開けてみました。イエーイ。ね、新しいお菓子を開けるときってワクワクしますよね。このプロテインスリムファイチップス、見た目はじゃじゃん。はい、こんな感じです。ね、なんかポテトチップスみたいな感じなのかなと思いきや、色味はなんかね、綺麗に焼けたホットケーキみたいな感じです。で、これプロテインの粉を揚げるのではなくて、焼き上げて作ってチップス状にしているみたいなので、どっちかっていうとなんかホットケーキとかに近いのかな。粉をね、こう焼いて作っているようなお菓子です。薄さはこんな感じなので、重めじゃなくて軽めにサクッと食べられそうな感じですね。うん、なんかね、食べた感じ、噛んだ感じっていうのは、なんかエビせんみたいな感じのやつを噛んだ時の食感みたいな感じなんだけど、なんか食べてるとやっぱ粉物なのか、しっかりとした、ね、重みっていうのがあるから、こうダイエット中とかで食べていただく時の満腹感っていうのにもいいような感じがします。で、これこういった感じにチャックがついているので、必要量だけ取り出して食べていただいて、また必要なくなったら閉めてカバンの中とかに入れて持ち運びもできるようなスタイルになってます。で、これデザイン性も普通のおしゃれアイテム、おしゃれなお菓子としてカバンの中に持ち歩いていただけるんじゃないかなと思います。注文すると、このプロテインスリムファイチップスのパンフレット、どういった思いでこれが作られてるかとかっていうような冊子も入ってくるので、で、こういったね、クライアントさんだったりとか、ダイエットしている方から、やっぱりダイエット中でも食べられるお菓子ってないんですかとか、どうしてもお菓子が食べたいんですっていうお声いただくんですけど、そういったお声から生まれたチップスなので、そういったニーズにとってもね、いいアイテムになってるので、で、実際今食べた感じだと、どうしても、やっぱり粉なんで、口の中に残るような感じはあるんだけど、やっぱりそれが逆に、しっかりとした食べた感、こう満足感っていうのが出てくるのかなと思うので、味は、まあね、正隆調べ的に美味しいです。で、今食べたのがこっちのね、ソルト味、塩味の方で、もう一つコンソメ味っていうのがありますので、注文していただくとセットで入ってます。で、このプロテインスリムファイチップスについて概要欄に URL 貼っておきますので、こちらのホームページからチェックしていただいて、そのホームページからも注文っていうのができます。で、注文するとこの塩味とコンソメ味のセットで送られてくるっていうような感じなので、ぜひぜひダイエット中だったりとか、こういったタンパク質を意識したけどお菓子を食べたいよっていう方、手に取ってみてください。何よりもこういった製
品っていうのは本当に皆さんの需要だったりとかニーズに合っていると思ったので、こういったものを知らないで普通のお菓子とかを食べちゃうよりも一刻も早くこういったものがあるよっていうのを伝えたくて YouTube にさせていただきました。ぜひね、このプロテインスリムパイチップス気になるよっていう方、チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。で、今後こうダイエットインストラクターだったりとかパーソナルトレーナーらしい投稿もちょこちょここの YouTube 増やしていくつもりですので、何かやってほしいとかこういった企画が見てみたいよっていうことがあればぜひコメント欄にコメントをください。で、そのコメントをもとにできる範囲で実現できたらなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というところでですね、今回はこんな感じで新製品ダイエットにおすすめな商品を紹介させていただく企画といたしました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。